ヌサトゥンガラ州の島々の東端にアロール島がある。アロール島は、インドネシアの小寸ダ列島の東端に位置する、アロール諸島最大の島。東ヌサトゥンガラ州アロール県に属している。人口は174,608人。ウェタル海峡を挟んで、東側は、ウェタル島と東ティモール領のアタウロ島がある。南側は、オンバイ海峡を挟んで、西ティモールに接し、 北は、バンダ海に面している。西側は、アロール海峡を挟んで活発な火山がある、パンタール島に接する。ちなみに、アロール県は、アロール諸島全域、つまり、このパンタール島と両島の間に存在する小島、合わせて15の島が行政域になっている。カラバヒが島唯一の町で、人口6万人のアロール県都となっている。地形は、 火山活動により非常に起伏に富み、カラバヒの周辺のみ平野が広がる。ここにオランダが1911年に港を築いている。火山に起因する温泉があり、トゥティには温泉噴気口がある。ここで戦時中、日本軍将校がせき止めて温泉に使っていた。島のインフラは貧弱であり、住民は冷細農業をしている。伝統織物イカットや、 ソンケットの再生、振興など国際機関の援助で政府は変えようとしているが現状では農業で生計を立てられない農民はシンガポールの近くにあるリゾートバタム島に出稼ぎに行く。島はアーモンドに似たけなりが特産品でけなり島とも呼ばれている。他にバニラ、タマリンド、カシューナッツ、ココアなどが栽培されている。稲作は 平野が少ないためほとんど行われていない。また、森林では、白弾が取れ、輸出されている。最近の地質調査によると、天然ガス、金、ダイヤモンドなどの貴重な天然資源の鉱脈も発見されている。また、美しいサンゴ礁の海を用し、シュノーケリングとダイビングで脚光を浴びると思われる。アロール県では、温泉とこの海で、 観光開発をしたいと考えている。74.16%がプロテスタント、残りがイスラム教、カトリック、ヒンドゥー教となっている。また、精霊信仰的な儀式と伝統は未だに強く実践されている。マルク州のような宗教観の圧力はなく共存している。島では15以上の異なった現地語が話されている。それらの大部分が パプア諸語に分類され、アブイ語、アドン、ハマップ、キャバラ、コフォア、ウォーシカ、ペルン、クイなど民族ごとの言語がある。また、オーストロネシア語族のアロール語も話されている。しかし、アロール島の言語の多くが次世代に活発に習得されている状況になく、話者が千人未満という言語もある。言語の研究及び保存の努力は、ライデン大学によって行われている。 日常のコミュニケーションはアロールマレーで行われている。インドネシア語は学校で教えられメディアで広く使用されている。正動性の大型ドラム、モコが多く伝わる。これはベトナム北部のドンソン文化に起源を持つと言われている。インドネシアでモコが伝わっている東端で、これより東にはモコは見られない。何のために作られたかは、 社会的なステータスのシンボルで、向こうから余命の欠納金代わりの財産として、そして楽器としてである。村の広場などに、メス場と呼ばれる石を積み上げた、直径2メートルの円形の台があり、その上に、モコが置かれる。そして、メス場を囲みながら、男女が輪になって、ぐるぐる回りながら踊る、レゴレゴという踊りが伝わる。 これは村人たちの連帯感を強めるために踊られるという。アロール県では文化保護区域の伝統村を設定して文化、伝統を守ろうとしている。コピディル村、タクパラ村などが指定されている。コピディル村は戦時中に日本兵がコーヒーの苗を植えたことからそう呼ばれるようになった。トランスムサトゥンガラヤがクパン。 電波サールよびスラバヤからカラバヒのマリ空港を結んでいる。また、メルパチ航空がクパンやアンボンなどの間を結んでいる。寒気は問題ないが雨季になると激しい風と大きな波のため時々欠航となる。船舶は周辺の各島を結んでいる。毎月2回バリハツのアボー号がクパン経由でカラバ飛行へ入港する。また、 アロール島からの出稼ぎが多い、バタム島行きの船もある。ありがとうございます。